見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、老健榊工業。皆さんおはようございます。令和6年7月全体朝礼です。日々の勤務本当にご苦労様です。7月に入り暑さが本格化してきました。この時期は熱中症や脱水症状に注意が必要です。こまめな水分補給と適切な休憩を心がけてください。また利用者の皆様の体調管理にも一層の注意を払い、快適な環境を提供できるように協力していきましょう。それでは今期の重点施策について再確認していきます。令和6年度事業重点施策、1つ目、強化型老健への移行継続、2つ目、 R4 システムの導入、3つ目、働きやすい職場環境整備、日常業務の改善、組織化、マニュアル化、ルール化、4つ目、365日切れ目のないサービス提供、5つ目、ご利用者ご家族の思いに沿うサービスの提供、ターミナルケアの実施、身体拘束等の廃止、6つ目、環境整備、整理整頓、 CO2 削減、在庫管理、7つ目、情報管理規定の策定と運用、8つ目、ハラスメント指針の策定および運用です。これらの施策を実現するためにも皆さん一人一人の協力が必要です。特に働きやすい職場環境の整備や365日切れ目のないサービス提供は皆さんの日々の努力と工夫が欠かせません。またご利用者やご家族の思いに沿うサービス提供を心がけ、信頼される施設を目指していきましょう。最後に環境整備や情報管理、ハラスメント対策についても引き続き意識して取り組んでください。これらは私たちの職場が安全で快適な場所であるために非常に重要です。それでは今月も職員皆さんと一緒になって頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。